はい、皆さんこんにちは。小諸のおもろい人力車、キラクリア翔太です。ということで、キラクリアさん、はい、どうもこんにちは。今度のインターネット報告です。はい、こんにちは。こんにちは。今小諸の駅前に来てますけども、はい、人力車ということで、はい、桜咲くライブの中の片隅にちょっと小さくなりながら、はい、人力車があるということを来たので、はい、早速乗ってみたいと思います。はい、わかりました。今日はですね、はい、ちょっとあの特別なメニューになってまして、あの桜咲くライブとのチャリティーコラボ企画ってことで、はいはい、秒速人力車というのをやっております。じゃじゃ、はい、これは1円1秒でご乗車できる人力車です。なるほど、はい、なので10円で10秒100円で100秒っていう感じでね、どん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 と、はい、あの秒がの乗車時間が長くなってきます。じゃあ今日は16分で、はい、1000円ってことですか。そうですね、はい、じゃあ1000円16分、1000円だと1000秒なので、はい、分に換算して16分40秒のご乗車ということでよろしいでしょうか。 OK です。はい、かしこまりました。はい、それではじゃあこちらの方にご乗車ください。こちらです。わー、なんかすごいですね。予約車になってます。はい、そのとこ開くんですか。そうなんですよ。これは人力車でいいんですよね。人力車と言います。はい、はい、引っ張る人は車夫と言います。車夫さん、はい。じゃあこの一番低いところから、あ、こっちからね、はい、またいでいただいて一歩ずつお乗りください。はい、靴履いたままでいいんですね。はい、そのままでいいです。これ乗っかっちゃっていいんですか。はい、わかりました。よいしょ。はい、もう一丁。せーの、せーの、はい、 OK です。はい、行きます。はい、 OK です。はい、では持ち上げたいと思います。はい、1、2、3、はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、これおっとっとってなりますけど、はい、これ以上後ろにはいかないので、こう背中をつけてれば OK です。はい、はい、気分としてはお殿様になった気分で優雅に偉そうに乗っててください。はい、それでは、秒速人力車なので今日はね、ストップウォッチを、はい、持っておりますから、これでね、はい、測りますからね。はい、時間通りに戻ってこれないと、はい、加算されますのでね、はい、お互いのね、もう勝負ですので、はいはい、頑張って16分40秒で戻れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではまずはじゃあ私がね、はい、ファイトって言ったら元気に出発とお答えください。ね、はい、それでは秒速人力車16分40秒の旅に向かってファイト、出発、よっしゃー、エイサー、エイサー、はい、どうも、入ってきます。あ、こんにちは。お、素敵。はい、じゃあ右に曲がりますよ。よいしょ、エイサー、エイサー、はい、前後ろ失礼します。エイサー、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 エイサッ、エイサッ、はい、まずはね、この風船のアーチをくぐりますね。はい、これはね、毎年手作りで、はい、実行委員の皆さんが作ってくれてるアーチです。なるほど。さあ、うまくくぐれるかな。はい、うまくくぐれるかな。わー、風で歪んでる。おー、くぐれました。はい、ここでね、桜咲くっていうこのタイトルがこっちから入ってるんで、はい、記念写真も撮りますから。はい、いい、私撮ります。いいですか。はい、はい、あ、撮りますね。はい、さ、じゃあ人力車で行きますからね。はい、はい、にっこり笑って人力車、はい、はい、もう一つおまけに人力車、 OK、 ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、はい、じゃあ持ち上げます。はい、さあ、まずはですね、こっちの方に行きたいと思います。はい、はい、よいしょ。あ、おしのさん、こんにちは。はい、ありがとうございます。楽しんでますか。あ、ありがとうございます。いろいろと声かかるんですね。ありがとうございます。はい、ありがたいです。あ、ちょっとね、向かいから体育校舎が来たんでちょっと避けますね。はい、そうなんです。ちょっと一回ね、避けます。はい、離合します。はい、おお、こんにちは。楽しんでる。はい、すれ違いです。楽しいですか。楽しいです。はい、ありがとう。最後まで楽しんでください。これはいい映画撮れます。ありがとうございます。さあ、今現在ですね、はい、あ、押してなかった、やばいやばい。
ちょっとこっから、こっからちょっと待って、ちょっと待って、押してなかった、すいません。じゃあここまでで何分かかったと思います？2分ぐらい。2分ぐらい。じゃあ14分20秒でこっから計算します。すいません。よーいスタート。はい、あ、こういうこともあります。はい、たまにはね。そうですね。はい。はい。ちょっと得したと思います。わかります。はい、ちょっとサービスということでね。はい。さあここはですね、停車場ガーデンといいまして、はい、10年ほど前に、はい、市民のボランティアの手で作られた、ガーデンですね。まあ、停車場というのはもともとここが小諸駅、明治時代にできまして停車場と呼ばれていたことから停車場ガーデンと、名付けられております。年間ね、四季折々900種類以上の草花が楽しめるという小諸自慢のガーデンでございます。はい、いろんなお花が咲いてますね。そうなんです。で、もともとはあのテントのある向こう側だけしか最初はなかったんですが、その数年後からこちらの、このちょっと芝生の丘になっているところも、併設されまして、こっちは正確にはせせらぎの丘と言います。この川ですよね。はい、そうです。このね、ちょうど小川今止まってますけどね、はい、このせせらぎを感じながら、この景色を楽しめるということでね。で、まあこのねイベントもこうしてですね、はい、この斜面のこの、芝生の上に座ってああやってステージを楽しむことができるというふうになってます。今踊ってますね。踊ってますね。はい。さあそしてこちらがまたね、一昨年から新しく誕生した広場です。もともと駐車場だったところを、はい、駐車場だったんですね。はい、改築してこの町種広場というのに生まれ変わりました。はい、でここもねイベント広場なんです。なるほど。はい、こっちはねガーデンですよね。はいはいはい、だから草花を楽しむ、景色を楽しむところ、はいはいはい、こっちはねもういろんなイベントを楽しむところ。あ、あそこに、あ、そうなんですね。あ、はい、そうだよ。はい、あ、お子さん、お子さん、おばあちゃんです。あ、そっかそっか。あ、桜の時のね NHK の、あ、ちょっとでしたね。ごめんなさい。もうほんとちょっとだったね。でもね、うん、なんかあの僕人気者って言った子だね。そうそう、うん、よろしくお伝えください。あ、手気をつけて、手気をつけて、うん、ゆっくり楽しんでってください。あ、あ、こんにちは。お友達？あ、そうなんだ。ゆっくり、ごゆっくり。いっぱい声かかった。いや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 。あ、そっかそっか。あ、こんにちは。はい、ということでここはね新しく、イベント広場として生まれ変わっております。なるほど。もういろんなイベントが、あ、お久しぶり、この花さん、なかなか行けないけどまた行きます。ありがとうございます。あ、シュガソルさんだ。有名な、こんにちは、シュガー&ソルトさん。なるほど。有名な、ね、マジシャンです。どうもどうも、お世話になってます。ということで、まあ、こうしてね、いろんな人との交流があるわけでございます。いや、なんか飲み物に惹かれるな、めちゃくちゃ。なるほど。いや、ちょっとね、それも盛大だったんですね。そうですね。あ、お疲れ様です。あ、有名なコーヒー屋さんですよ。コーヒー屋さんです ね。そうです。あ、こんにちは。はい、ね、で、ここは町種広場っていうことで、はい、まあ、今言ったようにイベント広場ですね。だからこういう催し物の時はよく使われます。なるほど。はい、あの普段はね、あの、まあ、こう何もないんですけども、こういう催しですごくね賑わいましてね、あの近年だと、あの、あ、近年じゃない、直近だと、あの映画館、あのなんつうの、青空映画館みたいに、はいはいはい、なんとね、あの外で映画を楽しめるっていうイベントも、近々に、いや、これからあるんです。6月に、はい、いや、素晴らしい。ちょうど夕暮れ時で、もう本当に辺りが真っ暗くなってきてからだから、あのスクリーンがね見えるわけですよね。そういうのも楽しめる。なんか向こうでも歌を歌ってます、ね、あれはね地元の有名なね、ゴスペル、ゴスペルン小諸さんです。へー、はい、ご存知で、よくご存知。そうですよ。もうね、この方たちも
僕今までコロナ前はねコンサート、はい、よく行ってたんです。あ、そうなんです。クリスマスに地元のキャッスルホテルというところのチャペルで ね、はい、クリスマスコンサートやってたんです、はい、めちゃくちゃ映えるんですよ。お、はい、なんか響きますね。そうなんです。さあ今5分37秒が経過しました。はい、こういうのもねちょっと秒速なんで今日はチェックしながらやっておりますよ。はい、なんかすごいのが見えてきましたね。はい、そうですね。いや、これは知らなかった。はい、これはね小諸の自慢の、あ、こんにちは。あ、頑張ってください。素敵な歌声楽しみにしてます。はい、今練習中ですね。なるほど、はい、今日出番なんですかね。そう、これから出番ですよ。お、そういうことなんですね。はい、そういうことですね。わ、これ何、初めて、はい、これはね大手門、はい、これは小諸城の正門でございます。はい、今小諸城址懐古園というのが線路の向こうにありますけども、はい、実はあれはお城の一部でございまして、本当のお城はここからスタートでございます。あ、そうだったの。はい、ところがね、明治時代にお城の敷地内に線路を作ってしまったことで、はい、今は、すっかりこっち側は町と化して、はいはい、門だけがねポツンと一軒家みたいに取り残されているという。ままそうです、そうです。位置もね全く変わっておりません。そか、だから昔はとっても広かったんですね。おお、こんにちは。この前はどうも。イベントに来たんですか。あ、そうなんだ、いいですね。はい、ありがとうございます。あ、なんかすごく顔広いんですね。いや、とんでもございません。小さな町ですからね。はい、じゃあここもねちょっと写真ポイントなんで。あ、そうですか。はい、ちょっと一回撮りますよ。はい、はい、ではにっこり笑って大手門、はい、もう一つおまけに大手門、はい、OK です。素晴らしい、はい、好きですね。いや、これでねまたね、はい、角度が違うだけでね、はい、全然絵が変わりますので。そうですか。はい、ここが小諸かっていう感じに、いい意味で、はい、ちょっとねなんかこうなんだろう、エジプトに来たようなちょっとこのね石垣が独立してるじゃないですか、はい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 、ピラミッド感があるんですよね。あるある、はい、そう言われてみる、はい、でここですねちょっと段差がありますからちょっとガタガタしますけど、はい、しっかり乗っててください、はい、よいしょよいしょと、ね、さあ、そうなんです、この板バネがね人力車にあるので、結構ね乗り心地はいいと思います。はいはい、さあこの大手門なんですけどもね、はい、普通の門ではございません。なるほど、結構ね変わり門でございまして、ね、変わり門、面白い。ああ、こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、上の方にね見学できるんですね。本当に、はい、あ、本当だ。はい、お疲れ様です。映っちゃいます。眺めはどうですか。いいです。いいですか。楽しんでってください。はい、そう、この門は今から400年ほど前に小諸城主になった千石秀久という人が作った門なんですけど、この門の一番すごいところはね、この屋根がですね、はい、瓦葺きってことなんですね。あ、本当だ、はい、でこれ今は全然珍しくもなんともないじゃないですか、はい、昔は珍しかったんです。なんでですか。瓦はね高いお金が、だから瓦は貴重なので、はい、めったなところには使わなかったんです。なかったですね、本丸とか、天守閣とか、うん、特別なところには瓦をきちんと使って、門なんてのはだいたい板葺きでした。そうなんだ。木の板です、はいはいはい、ね、なのにここはわざわざ門から瓦を使ってたので、うん、別名が瓦門って呼ばれるぐらい。そう、よくなんか地名にありますよね、はい、そうなんです。これねすごく貴重な門なんです。瓦葺きの門で瓦門というあだ名がついてたほど貴重な、当時としては有名な門です。はい、ちなみに坂の多い町で人力車を引いてる私は変わり門と呼ばれてますけどね。、はい、素晴らしい。、はい、そういうことでございます。はい、でここを入るともうねここからが、城内ということでございますね。はい、はい、なかなか珍しいユニークなね城跡ですね。い、はい、さあ、こんにちは、お疲れ様です。前失礼します。はい、
ていう、あとこれね結構僕もねハラハラドキドキなんですよね。スリル満点。はい、ちょっと段差失礼します。はい、はい、気持ちいい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあこの大手門をこうして後にするとね、はい、ここも、そのままね城内の通路として、あの懐古園の入り口となっている三の門に通じ、はい、そこから、城内へと本丸へとね続いていきます。そしてですね、あの三の門の屋根がねちょうど目の前に見えるんですけども、あの見えますか、あの桜咲くライブのね、はい、あのちょうど奥です。 ありますね、はい、あれもね瓦葺きの屋根ですけど、あれね我々の目線からするとちょっと低く見えません？だいぶ ね山の下に、はい、ここ大手門はなんか見上げてたけど、はいはい、これ見下ろしてますよね、はい、実はねこのお城本丸に行けば行くほど低くなるんです。はい、そういうの何城って？これはね日本でもここだけなんです。あ、そうなんですか。穴城って呼ばれてます、はい、日本で唯一町より低い城なんです。はい、じゃあ城じゃないですよね。ね、普通なら山の方に作るのがね、うん、まあ、常識だったのに、ここはねあえて町より低いところに作った。それはなぜかというと、この懐古園の中に入ればよくわかりますが、この周りにはねとっても深い谷ができております。はいはい、でこの谷は人が掘ったんじゃなくて、はい、浅間山の噴火によってね、はい、火山灰が堆積し、そこに雨が川のように流れてきて削れた谷なんです。これを田切地形って言ってましてね、このような谷が幾重にも形成されてたところに、目をつけてお城を作った。だから山よりも町よりも低くなったんです、ね、低いんだけど、はい、そう、低いんだけど守りは万全というわけですね。はい、そういうことなんです。なるほど、はい、さあ普段はこうやってねいろいろとこうガイドをするのが主なんだけど、はい、今日は秒速人力車ですから、はいはい、今13分15秒でございます。はい、はい、あと1分で戻らなければなりません。じゃあちょっとね、はい、無理しないで、はい、ヒヤヒヤでございますけども、はい、外は暑いんだけど心はヒヤヒヤですが、はい、ちょっとね、ここをぐるっと一周して小諸駅でございます。駅前のロータリーをえいっさ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 、はい、ちょっとガタンとします。はい、まあ、こんな風にね小諸の人力車はこの坂がなんせ多いので、あのただ乗るだけじゃなくて、はい、こういうアトラクションのようなね、はい、体験もできちゃうわけですね。なるほど、はい、まるで、人力車は遊園地のねジェットコースターのような本当ですか？そんな体験もできちゃうというわけでございます。さあそして、ね、はい、ここがねちょっとぐねぐね文字なんですけども、ここをうまく通り抜けて、さあ残り、あ、14分20秒終わってしまった。はい、ありがとうございます。すいません、いっぱい話してたらタイムオーバーになってしまいましたけども、はい、ちょっと最後までね、はい、ここで降りちゃ中途半端すぎるので、そしてお客さんがいるとこう避けなきゃいけないので、はい、うまく避けながらね、ここ初めてここ行けるかな。すいません、はい、すいません、ごめんなさい、ごめんね。はい、赤ちゃん用の人力車でございます。はい、通称ベビーカーと呼んでます。はい、ありがとうございます。はい、あ、後ろすいません。はい、後ろすいません。よいしょよいしょよいしょ、こんなところもうまく切り抜けて、ごめんなさいね、すいません、ドキドキさせちゃって。よし、はい、ということでじゃあこっち行こう。えいっさえいっさ、ちょっとガタンとします。えいっさえいっさ、よいしょ、えいっさえいっさえいっさ、はい、ということで本日は人生初の人力車につき、いつもより多めに回っております。ありがとうございます。はい、1分37秒押しでご到着です。いかがでしたか、乗り心地は？楽しかったですね。はい、あっという間でしたね。あっという間です、はい、かなり鍛えてるんじゃないですか、ここだけの坂を。そうですね、やっぱりまあこの小諸は坂が多いので、はい、おのずとねやっぱり体力はあのないと
続かないんですけどもね、私の強力なね、このトレーニングを、まあ、体をね、強力な体を支えてくれてるのがこちらのね、私のトレーナーの、はい、そういう方もいらっしゃる、はい、そうです、パーソナルトレーナーの児玉翔君といいます。なるほど、なるほど、はい、よろしくお願いします、はい。で、今日は人力車も手伝ってくれて、ありがとうございます、はい。で、こちらは本職カメラマン兼、予備自衛官の、竹澤さん、すごい人です、はい、こういう肉体派に、支えられながらね、私もやってます、はい、なるほど。皆さんぜひまた遊びに来てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。イエイ。なんかこう夢とか希望とかそんなのあるんですよ。そうですね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、この人力車をもっと、増やして、私は今懐古園が普段の居場所ですけど、それこそこうやって町にも点在させてね、はい、小諸に来た人が行きか帰りのどちらかで人力車に乗れるように、したいなってのが僕の夢です。夢に向かって、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。